ヤホタル所長です。まあ見ての通りスーツなんですけど、今日はちょっと謝りたいことがありまして、僕たち48集団とかで集まって、みんなで撮影するわけなんですけど、7人もいるから、まあそれは1人体調崩したりとか、1人仕事でかぶってこれないとか、いろんなことがあって、あるわけなんですけど、僕前回の撮影日に、まあ、仕事を、まあ、撮影を休んでしまいまして、まあ、その原因っていうのが今日ちょっと謝りたいことで、体調を崩したわけでもなく、仕事がかぶっていたわけでもない、特に予定ない日だったんですけど、ちょっと休んでしまったわけで、原因っていうのが二日酔い、前日のちょっと遅い時間まで友達とかと乾杯とか言ってこう言ってたら、まあ休む時ってまあ大体体調崩したら前日に分かったりするんで、僕なんかはもう絶対前日とかに連絡するんですけど、あと体調悪くても僕結構行くんですよ撮影、連絡なしで休んだからメンバーもちょっと心配してくれたりして、いやなんだったら実は怒ってたんじゃないかなって、なので今回は土下座しようかなと。だ、許してくれるんじゃないかなということで、というわけで早速来ると思うんでカメラ設置していきまショー。はい、まあ土下座したらさすがに許してくれるでしょう。いや、メンバーを待っていきましょう。何が？すいませんでした。二日酔いで撮影を休んでしまいました。太郎社長史上最低な撮影の休み方をしました。すいませんでした。みんなで撮影してる時間に。もう二日酔いで頭痛くて動くこともできず、みんなが寝ている時間に俺はお酒を飲み散らかして、楽しみが土下座するほど反省してるってことですよね。そうです、本気で反省しました。次ないですね。ないっす。次ないっすね。ないっす。僕の次のちっちゃなミスもエゴで許してくれますね。のミスも許してくれるかな。許します。よっしゃ、全部許します。かわいいください。一緒に頑張りましょう。頑張ります。よろしくお願いします。すいませんでした。ちょっと待って、どういうことですか。寝坊ですか。いや、寝坊じゃないです。え、多分二日酔いです。みんながきっと体調とか崩したのかなとか失敗してくれてる中、マジでただの二日酔いです。この前のですよね。みんなが前日の夜とか企画とか考えてる中、すやつや時間撮影に向けて睡眠をとっている中、俺は友達と酒飲んでカラオケして、そうそう、楽しんだ感じです。楽しみました。全力でえぐい、楽しみが膝ついてる。で、今日ぐらいしか俺は謝るチャンスない。えぐい、激レアですね。これはもう拡散禁止ですか。頼むから拡散だけはやめてください。
や、全然そして楽しかったんで、ね、楽しかった楽しかった、大丈夫。一つだけ質問いいですか。はい。俺が起きて二日酔いですってみんなに言って、はい、あの今から行こうかって撮影に行った時、はい、ちょっとあの、タロシはおらんくても行けますって言ってました。それ、あれどういうことですか。あれですか。はい。あ、真実を知らなかった感じですか。はい、僕は知らないです。あー、みんなでタロシャいない企画考えれたし、ゆっくりしといてって言ってあげよっかって。優しさ。はい、ありがとうございます。決して別にふんなじゃないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの日はゆっくり休んで、はい、温泉にも使って全部酒抜きました。さぞ楽しんだようでよかったです。今日は任せてください。俺今なんでか分かんないけどめちゃくちゃ冷や汗かいてた。多分体が拒絶反応を起こしてまいりたいと思います。すいませんでした。気持ちいいね。やりたくない先輩がやっての気持ちいいね。何に対してですか。いやもう炎上した。炎上か。使える。あ、これほんま。あの前一昨日の撮影、はい、確かに多分みんな体調崩したとか心配してくれて、はい、心配しましたね。寝坊かなと思ったし、体調不良かなと思った。二日酔いっす。おもろとんでもない情報が今入ってきました。な、ナスなんだよ。ミスあるよ、なんだ。もうあれや、気をつけながらね。お酒飲みすぎた。ちょ、今なんか、悔しかったみたい。あ、違うよ。いやもう、いや俺がほんまに悪かったっ。ねえ、全部悪い。本当に全部悪い。本当に、だって、二日目ってなるやんって。ちょ、なんでそんな声。いや、俺が、むしろ、悪いと思ってないか。悪いと思ってないパターン。せやな。おう、立てしや気持ちいい。おはよう。すいませんでした。何の謝罪。おとといの撮影。おとといの撮影、あ、はい、もう一回。おとといの撮影が何ですか。おとどい撮影なんですか。休んだ原因が、はい、二日酔いです。知ってます。あの当日にお伺いしたんですけども、お酒飲んで1時間連絡がないと。あれ先生した。しかさ、あれ不可理だ。二日酔いって。全部俺が悪いっす。全部俺が悪いっす。ほんまに全部俺が悪いっす。二日酔い酒弱いのに酒飲んで二日酔いで休む。ほんまに。あれ、あなた今年何歳でしたっけ。26です。26歳でそんなことで、わぁ、どうしよう。21歳があるならまだしも、26歳が。いや、あの普段お酒飲まないから自分のキャパとか分かんなくて。え、でも次の日撮影って知ってたんですよ。もうほんまに。あれほんまに。でもこれで迷惑かかったのが別に私だけならいいよ。私だけなら、アミカ、アマイザ、若葉、この3名にご迷惑かかってます。フリーダーの背中を見せるって言ってたの誰やったっけな。あれフリーダーの背中を見せるって言ってたの誰やったっけな。俺、絶対年下末っ子さんににはダサいとこ見せねえ。俺かっこいいとこ見せるんだ。そうっすね、ホワイト始まった時に、うん、俺も背中ついてホワイト。そう、僕たちすごい感動して。信じてた。やっぱりこうやってここまで頑張ってきた。聞いた。二日酔いで休んだこと。いや、すいません。いや、そんな恥ずかしいことしないです。見てるんです。ないで、さすがに二日
かな意味かな。いや二日酔いはわかるけどない。前は二日酔いはマリなあれ。ましてはだから撮影前とか。そうそれ次の日で遅刻したの。あれ特に遅刻とかには厳しかったしな。それはあれで。あれ若葉が二三時間遅刻したの。あれ多分何言ったっけ。あの裏でミーティング始まります。そうですね。で、二日酔いで1時間連絡がない。電話も、5、6件かけて出ない。大丈夫悪いか。あ、大丈夫悪いと思ったよな。いや、ほんまに焦った。大丈夫かなって。でも、まだ心配してるもん。いや、でもそう、やっぱ二日酔い。おるんかな。彼女って実在するのかな。あ、でも、二人おるかもしれない。逆に。さっきと、二日酔いの太郎と、大丈夫悪いおった。お雑炊の手が酒飲みますすいませんでした頑張りますこの動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。とりあえず今日はここ。